交わる拳地球をかけて連ねるら掴もうぜ今始まる君のメテオミッション。花で渾身の一撃、駆け抜ける白銀のメテオ。私の腹から出たというのですか。おい、みんなを消せ。返せと言われて返すわけないでしょう。しかしとてつもない力だ。その力を食らうのが楽しみですよ。おいおい、少しはこっちのことも気にしてくれよ。悪いな。あいつか。わら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 出てきやがって。キリがねえ。悟空さん、今のうちに突如海王神様を。ああ、分かってる。でもどうやって。くそーく。来ましたか。時の裁き。これは時の解放神様の。これが世に聞く身勝手な極意。確かに避けているというより体が勝手に反応しているようだ。だがこれならどうだ。フリーズ。これは時の海王神様の。やっけだな。避けきれますかね。何？いつまで避けきれるかな。フリーズ。時の力が使えなくとも。何が神の力。その力は私にこそふさわしいのだ。おめえがどんだけ腹減ってんかは知らねえ。神狩りっちゅうのもよくわかんねえ。ただな、仲間を傷つけるのだけは許さねえ。なんだこれは。何が起こっている。これが人間。これが神の力。私が得た力を分けて差し上げましょう。サイヤ人は戦闘種族。強さを得ることは喜びなのでしょう。オラたちとおめえを一緒にすんじゃねえ。もう一人のオラ、おめえがオゾットのやつを倒したんか。ああ。はあ、疲れた。あ、時の海王神様は。はあ、大丈夫だよ。
ただ眠っているだけさ。あなたは先代の時の海王神アイオス様。それにしても孫悟空、やっぱり君はすごいね。くそ、この私が。これは僕が預かろう。もう悪さをしないようにね。それから時空を元の姿に戻しておこうか。丁寧かおいがねてしそ、うゆりのみかよでちょんまげ。今回は特別だよ、クロノアちゃん。ニタガスの友を浮くじ。交わる拳地球。